マルタン夫妻は、カトリック教会の聖人リジューのテレーズの両親である、ルイ・マルタンとゼリー・マルタンこと、マリア・ゼリー・ゲラン・マルタンの夫婦で、共に聖人。ルイ・マルタン・ルイ・ジョゼフ・アロイス・マルタンは1823年8月22日、ボルドーで、フランス陸軍の大尉を父として、5人兄弟の3、なんとして生まれた。若い頃から修道士に憧れていたが、 健康上の問題で断念し、時計師として、生計を立てた。1850年、アランソンに移り住んだ。同地で、ゼリー・ゲランと出会い、1858年7月13日に、結婚した。2男7女を設け、そのうち5人が成長した。ゼリーの死後、妻の弟・ゲラン夫妻のいる、離住に移住、晩年は、心臓発作を起こし、 病状の悪化とともに精神を患い、1894年、ミュスで死去した。ゼリー・マルタン・アゼリー・マリー・ゲランは1831年12月23日、軍人の家庭の次女として、サンド・ニシュール・サルトンに生まれる。1841年、アランソンに移住。姉で、聖母法門会修道所のマリー・ドジテの影響で、修道所に憧れていたが、 健康面から断念し、やがて、ルイ・マルタンと出会い、1858年に結婚。主婦として、アランソンの名産物であるレースの職人として、生計を立てた。1873年に抜種として、テレーズを出産後、乳がんを患った。彼女は奇跡による治癒を求めて、ルルドへ巡礼したが、病はさらに悪化し、1877年に死去。 マルタン夫妻の劣腹調査は1957年から開始され、1994年3月26日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世によって尊者にされ、2008年10月19日、理従で劣腹された。2015年3月4日、マルタン夫妻が10月に開催予定の世界、司教会議中に劣勢されることが発表された。2008年、生後間もなく、 難病を患った乳児が、副社マルタン夫妻の取り次ぎによる奇跡で治癒されたのを確認され、2015年10月18日、ローマ教皇フランシスコにより劣勢。夫婦揃っての劣勢は、カトリック教会史上初である。ありがとうございます。